メイポーラスポータブルナビ3ウは、プレイステーションポータブル用のナビゲーションソフト。カーナビとドホナビ、両方に対応。ソフトには、日本全国の道路地図と施設データと、海外の地図データが入っている。目的地を入力することで、目的地までの道順を表示しつつ、音声によるナビゲーションを行ったり、周囲にある、様々な店舗などの施設を表示したり、 自分の歩いた経路を記録することなどができる。また、お絵描き機能を使うことにより、地図上に絵を描く感覚で自分が通りたいルートを作成できる。施設や有名声優による案内、最新地図データは公式サイトからのダウンロードにより追加することもできる。原理としては、GPS レシーバーによって人工衛星からの電波を受信し、現在位置と座標をあり出し、 画面上に表示させている。さらに、メイポーラスシリーズでは、初のプラシアンジェンを搭載した。無線 LAN を使い、付近にあるアクセスポイントを習得し、GPS 電波の届かない場所でも現在位置を画面上に表示することもできる。2011年10月13日より、2011年度の最新の地図に入れ替え、一部を修正した。 メイポーラスポータブルナビ32011年度版が、プレイステーションストアでのダウンロードソフトとして発売された。PND 版もある。当初は2009年7月9日発売予定だったが、6月25日に2009年夏発売予定と延期が発表。8月11日に2009年9月10日発売と発表され、2ヶ月に及ぶ延期となった。 ネットでは相次いで批判の声が寄せられる中、励ましの声もあった。発売直後からフリーズや電源が落ちるなどの不具合がネット上で報告されている。原因の一部はミュージックフォルダ内に収納されている MP3 ファイルの ID3 タグ情報によるものと判明しているが、その他の要因でも起こることから、 発売元のエディアでは2009年11月10日より 1.6GB にも及ぶ ISO データの容量とほぼ同サイズの巨大なパッチの配布を開始している。ありがとうございます。